まあ、多かれ少なかれ他人に影響を受けると思いますが、もし被害者さんと出会ってなかったら、ひろゆさんは今とどのような違いがあったと思いますか。多分、もうちょっと他人を信用してたと思いますね。あの、彼のような人間に出会ったおかげで、その、人間として完全に信用できないやつがいるっていうことが勉強できたので。そういう意味では、僕は得をしたなと思います。はい、あの、普通、たん、その、人に重厚を向けます。 あの、まあ、あの、銃って、ま、あいろんな光景があって、その、日本と警察官の場合って33口径か38口径かなではあの、弾のサイズがあって、で、まあ、あの、撃ったとしても、その、怪我をするだけで死なない光景で作られてるんですよ。で、あの、44口径デザートイーグルっていう銃を、ま、知り合いが持ってて、で、これ撃ってみないって言われてて、その、 銃って、その撃って弾が飛んで、その弾が、あの、人の頭とかを破裂させるわけですよ。っていうぐらいのエネルギーを持ってるんですけど、その、で、44口径ってそれぐらいのエネルギーを持ってるんですけど、その銃を僕に向けるんですよ、ひよおやじさんって。で、あの、通常の人間であれば、銃口は他人に向けるべきでありませんって言われたら、普通向けないんですよ。でも、ひよおやじさんはガチで僕に銃口を向けてくるタイプなんですよね。 なので、あ、こいつは心底信用できないなと思ったので、なので、ひよおやじさんと二人っきりで旅行に行きたくない理由はそれで、なんかあったら僕殺されると思うんですよね。で、殺された後になんかあの僕の書いた遺書みたいなものがあって、なんかひよおやじさんに全財産譲りますみたいなことが書いてあって、なんかひよおやじさんが合流するっていうことに多分なるんですよ。なので、あ、そういう人間っているんだって分かったので勉強になりました。はい。